イオンタウンや富は愛知県に雇み市に所在し、イオンタウン株式会社が運営、管理するショッピングセンターである。日本家織雇富工場跡地の一部に建設された商業施設であり、土地、建物を日本家織株式会社が所有し、ショッピングセンターをイオンタウン株式会社が管理、運営している。もともと映画館などが併設されるイオンモールとしての開業を予定していたが、 交通面や近隣住民の反対により規模が縮小されイオンタウンでの開業となった。イオングループでは初めてスーパーセンターを核としたショッピングセンターとして開業。現在の各店舗であるザビッグエクストラやドミ店はイオンビッグが運営している。建物は集合店舗や単独店舗が複数立地し屋外を移動するオープンモールタイプのネイバーフット型ショッピングセンターである。 各店舗は、イオングループ初のスーパーセンター業態、マックスバリュースーパーセンターや富み店として開業した。このマックスバリュースーパーセンターは、スーパーセンター事業で、世界的に主力であるイギリスのカルフールなどの、外資系企業が日本へ進出した際の対抗ができるよう設置された実験、実証店舗である。マックスバリュースーパーセンターは、イオンスーパーセンターや富店に変更された後、 さらに2012年7月27日に20.7%増床してザビックエクストラトミ店に変更されている。イオンのディスカウント店事業強化のために2011年8月21日付で新設されたイオンビックにイオンリテールから北関東、中部、近畿のディスカウント店21店の運営が移管されることになったことに伴い、投資設の各店舗だった。 イオンスーパーセンターや富店も移管された。各店舗以外には、家電量販店、100円ショップ、書店、衣料品店、アミューズメント、雑貨店、レストランなど数多くのテナントがの木を連ねている。近隣のラッキープラザや富店に、行列のできるラーメン屋集めました。という名古屋の超人気店に4店が入居する、複合ラーメン施設がある。ありがとうございます。